踏んだね。お待ちしておりました。あなたはこうなることは予測しておりましたから、先ほどからお待ちしておりました。実は旦那様のことであなた方にお話ししなければならないことがあるのです。そう、あれはまだ旦那様が小さい頃のお話です。はーい。というわけで旦那様は消防士を嫌いになり現在に至るのです。え、何？どういうこと？それは一度だけではなかったのです。旦那様は消防士を見るたびにおねしょしてしまう得意体質になっていたのです。消防士を見るとおねしょしてしまう得意体質？彼にこのことを伝えてください。そしてもう一度よく考えていただきたいのです。というわけだったのよ、アドル。どうするの？バドル、まさかこのまま諦めるつもりじゃ。ダメよ、別にあなたが悪いわけじゃないわ。いいかい、僕とアンが結婚したらお父さんは一生おねしょし続けることになるんだ。それって幸せなことかい？確かに大人のおねしょは恥ずかしい。大変でございます。お嬢様が、お嬢様がバドルに会いに行くという書き置きを残していなくなってしまったのでございます。とりあえずバドルに知らせに行こう。パドル、大変だパドル、アンがいなくなっちゃったんだ。パドル、早く探しに行かないと。パドル、火事だ、山火事だ。現場はどこだ？新木公園の東側。え？すごい勢いで火は燃え広がっている。この分だと爆弾を使うかもしれないぞ。どこ行くの、パドル？火元はアンと俺との思い出の場所なんだ。え？アンはそこだ、そこにいる。どうしてそんなことがわかるの？Thank you.
ば、あとは任せだぞ。パラッパ、操縦桿操縦桿。機体を水平に保つんだ。頑張ってパラッパ。無理よパラッパに、ヘリコプターの操縦なんてできるわけないでしょ。じゃあ一体どうなるの。墜落。ヘリコプターの操縦。僕はヘリコプターのエースパイロット。誰にも負けないこのテクニック。大丈夫だみんな、僕に任せて。パラッパ、もしかして操縦したことあるの。うん、何度も。ゲームセンターで。消防署員全員に連絡。住宅池の火災の進行を防ぐため、5分後に爆弾の使用を決定。繰り返し、爆弾の使用を決定。戦勝員は速やかに対処せよ。5分後に爆弾。あそこにはパドルとアンがいるのよ。助けて助けて。なんかいい方法はないの。よし。おいパラッパ、何するつもり。あのダムをぶっ壊す。壊すって、まさかこのエリをぶっつけるんだ。無理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 。やめてパラッパ。そんなことしたら電力会社の人が困るだろう。損害賠償だってただごとじゃないわよ。このエリの分だって支払わなきゃならないし。それより僕たちは大丈夫。なんとかなる。うわー、飛び降りろ。全て焼けちゃった。無事だったのはこの木だけか。この木だけ焼けずに残ったって。わしが二人の仲を認めていれば。パドル、パドル。パドル無事だったんだね。よかったよかった。おじさん、おねしょは大丈夫なの。実は昨日、わしはおねしょをする覚悟でベッドに入ったんじゃ。二人のためにこのタンバリン歴史に残るような盛大なおねしょをしてやろうと思ってな。我ながらあっぱれな覚悟だと思ったよ。しかしどういうわけかおねしょはしなかったんじゃ。それじゃあ、そう、倒したんじゃ。よかったね、タンバリンさん。